背番号41番、松井隆生です。背番号39番、近石天平です。背番号6番、小牧正信です。背番号14番、前澤幸喜です。今回はこの4人で、ほぼ何も決めずにフリートークしていきたいと思います。でそして、今回は特別にオフィシャルパートナーのフライフーズ株式会社様にご協力いただき、ものすごいものをご提供いただきました。しかも商品紹介いきますか。重たいなこれな。こちらは青森県の五穀味鶏のスモークチキンです。値段はいくらだと思います。いやでも結構重いからね。結構するよね。6000円。いや高いな。高いな。高級。丸鶏ですもんね。そう一匹丸々よ。いやでも8000円。はい。もういくね。優勝。丸々ですよね。一匹よ。1万円くらいするんじゃないですか。1万円ちょっとどこに下げたの。1万円するかもしれない。ずっと。じゃあこちらは、税込み4860円です。おーおーおー、これはちょっと正解かんない。コメントしてる。で、450は限定で、購入は、チキンネットで検索してもらえれば、出てくると思うので、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、上げていきます。結構大きいのこれ。でかいよね。大きい大きい。慣れてない。あったよこれ。これ何、これ切り方。どうやって切るの。まずですね、これ合ってる方向。仰向けだったかな。あってやっていいけどな。これ切んないでしょ。いや入れまだ入れる。あ、入れたで、切り込みの部分から、ももの関節を外すように外側に引く。取っちゃっていいの。取っちゃっていいの。あ、入れる。おおおお、めっちゃうまそう。すごい、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 すげえ。ちょっとあれやなんか。ちょっとちぎり方しよう。すごいな。うん、自分がすごいのちっちゃいな。あ、見てこれ。めちゃめちゃ出てる。ほんで、次は以上。以上。コーヒーの付け合わせを盛り付けて。じゃあ、どうしよう。これも食べて。あ、以上。食べてこれ。はい、じゃあ、やった。持ってます。流星、じゃあこの一番美味しそうな。ありがとうございます。で、俺一番、すげえ。どう思う。低脂質の胸かな。胸、そのとこ。これ胸？これね、胸。ちっちゃいな。社長は？社長じゃん。おかしいよ、社長。俺はこのお尻のとこかな。強気の。そこ、お尻なの。お尻だよな。わぁ、美味しそう。お尻、こっちでしょ。お尻、何、ここもうもらったからね。確かに。いいですか。いただきます。手でいい。いいよ、いいよ。手で持った方が箸でいい。うまい。うまっ。全員食ったらいいな。どういうせ。めっちゃ美味しいっす。まあまあうまいけど。めっちゃガッツくね。めっちゃガッツ。まあ全部いいから。いいね。コメントがもう。
スモークされてて、うんうん、なかなかいけてるな。食べやすいね。おいしい。おまあ、あれでしょ、なんかチキンの思い出とかあるでしょ。チキンの思い出。チキンの思い出とかあって、確かに。そうだな。どう、リュウさんあるなんか。食べる？いやでも初めてですね、この丸々っていうのは。なかなかないですね。試合前とか普通に食べたりしない？あ、試合前結構食いますね、みんな意識的に食べたりしない、うん、あれそうでもない。え、でもなんか鶏肉いいって言うんですよね。もう今は鶏肉っていうかわからない、うん、あんまり多分俺詳しくないです。俺たちも毎日夜鶏胸肉だからね、うん、最初佐々木会にずっとバカにされてたけど、あいつもちょっと気になって、あいつも毎日食ってる。今季は毎日食べてる。毎日鶏胸肉食ってる。イメージ悪くないですよ。やっぱりコンディション作りしてるんだよ、今。大事っすね。何日食べようよ、それ。何日ここ暮らしてたの。今季は毎日これ食いたいですよね。ぜひ。ゆうせんもね、毎日、ね、揚げ物もね、衣取って食べてるよね。そうなんです、揚げ物は僕食べないんですよ。食べないの？もう2年くらい食べてないです。もう美味しいです。お前の場合、ほんと食べてない。本当ですか？これホテルの人から連絡来てる。あ、マジで。いや、そこに揚げ物食べなくて申し訳なかったです。なんかあったんかな。実は細すぎる。でも肉の中で鶏肉が一番好きです。だよな。みんな鶏肉一番食うって何じゃ。そうでもない。みんな多いっす。これ何人前なんだろうね、1話で。でもまだ結構、これ4人結構取ってまだまだ余ってるっすもんね。もうクリスマス時期になるともうプライベートさんももうあれを作ったり、他のサラダチキンとか、あの缶詰とかいろいろ、あれでも大変なことになってるらしい。いや、前回サラダチキン食べたけど、めちゃくちゃうまかったし。ちなみに今回の来場者プレゼントはチキンウインナーのソーセージ。あー、鮮明さが美味しいですもんね、あれも。スタッフでやるやつも20。そう、晩飯カップで。あの、最初で最後ってやつですよね。でも最初で最後で、今年で最後なんだけど、第1回で。そう。来シーズン以降も続けられるより、一応第1回につけてるんだけど、いや、全部使ってるのは、その五穀味鶏とプライフーズさんの、その、銘柄っていうか、それを今強く推してて、あの、俺もあんまり食レポ得意じゃない、なんかしっとりしてて、柔らかく食べやすい。食べやすいですよ、直腸。そう。それをどんどん押していきたいっていうので、ちょっとみんなに食べてもらったんだけど、まあ何せもう言葉のもうボキャブラリーなさ。あれ、美味しいです。いや、もうメンツがやっぱ。あれ、美味しいです。笑い気になったのちゃうんですよ。一気に近くがいけるかなって。薄々感じてたんですもんね。いや、やってくれるかなと思ってさ、今見たんで、ちょっと、いや、横からちょっと行ってあげないと、多分これもう、お蔵入りになっちゃう。いや、大竹さん、ここからってくれるかって、前の人だったら。あとは編集でよかった。いや、そうね。ここにないけど、ゆうせい、実は不真面目、札幌大監督情報、入ってきてるけど。不真面目ではないですけど、どう見えますか？監督が言ってるのは結構確かな情報やな。でも大学、そうですね、8年目くらいまではちょっとチャラチャラしてたんですけど。チャラチャラしてる。でも、それからは真面目にサッカー。勇気もそうだもんね。なんか真面目そうに見えて、結構本当そうおじゃらけ系の、うん、もうなんか真面目打っていないですか、相手も。で、こうはめっちゃだけでもダメ。仲いいの二人。でも大学時代はそんな。あ、そうなの。正直言ってな。ご飯とかそんな行ったことなかったですし。あ、こっち来て行ってた。こっち来てから何回か出てもらってます。勇気も優しいからな。近くの料理そうだけどね。あれするよ。するよね。実践結構する。めっちゃこだわりそうなんか。作り始めたらめっちゃこだわりそう。そうやな、あんま作り始めたらな、人に触ってほしくないんだ。めっちゃせえな。得意料理は？得意料理はお好み焼きかな。ああ、じゃあもうお好み焼き使った企画やらないとなかなか。お好み焼き作ったりしないよね。関西じゃないと。たこ焼きってある？あれホットプレートだからお好み焼きとたこ焼きと。普段からたこ焼き食うもんなんすか？俺らなんかパーティーみたいなし、3回ぐらいだから。なんかないとこあるな、土日とか休みの人。
構覚えたら確かにね。いや、やったりしないですか関西で、うん、みんなで。いや、やばいですね。友達長男言うて。なんだごめん。コロナ禍が収まったじゃな。みんなで確かにね。やりづらいっすもんね。いつまでこれ続けないですか。これでも多分取れなくないっしょ。大丈夫。まずは温泉が安い。いやそれはマジで。マジで良くない。多いよね、数も多いし質もいいし。でも韓国も本当に倍ぐらいしますよ。すごい。食べ方ですもんな。数も3倍ぐらいある、ね。あるね。しかも水風呂めちゃ冷たい。こっちあの特に白金あたり。あとは味の良さ。ご飯が美味しい。ブーしか言ってない。バレバレ。なんでそんな知ってんの。知ってるよ。あそこ美味しいよね。大体。うまいな。うまいよね。多分なんかやばい癖みたいな入ってる。毎日行きたくなる。あれは。いや、そうですね。何やってもないんだよ。一番冬寒いけど、夏があまり暑くないっていうのが一番いいな。確かにね。でももう。青森にいるからあんま分かんないでしょ、うん、逆になんか、こっちなんか暑いって言ってるけど全然涼しいなと思ったからね、前で短いね、短い夏も1週間、2週間で終わるなんか歩いてさお前、まだ食ったの美味しいえ、なんかここ絶対行った方がいいみたいなところありますか。あ、お前はそっちだよな。確かに、確かに全然行けてないと。え、発色とか行ってないの。行ってない。行ってないんだ。発色いいよ、やっぱ。何なのあれ。何やろ。俺も一回してるかもしれない。あれしよ、七輪ブラシ。ああ、そう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 。買ったやつ、焼けるお誕生日。そう、あの、お店で海鮮のさ、あの貝とかを買ってそこに持って行って、そこで焼けるって。発色な。そうだよ、後期とかもコロナ、うん、でも種刺しはやっぱりいいっすね。あれな、しかし野菜が言ったけどめちゃくちゃうわいいだろうなったけど、もう霧で何も見えなかったけどいいよね、あそこ刺しみんないって言うからとりあえず言ったけどっていう。それ以外ないな。なんもないみたいになっちゃうから。全部食べたいっていうか、ああすごい、あ全部うまくないですか。仕切り分け方になって食べた。ユウセイは僕行ってる。温泉ってどうするの。僕温泉銭湯結構好きで。あ、そう。それこそ昨日相田さんとあのオールディーズ。ああ。そう。そっか。極楽園行ったことあります。あー、そこいいよね。極楽園かー綺麗だよ。だいぶ膨らんでると思うけど。個人としてはチームのために走って出場する機会があれば氷につながるプレーで貢献したいと思います。よろしくお願いします。今シーズン最後のホーム戦なんで、しっかり勝って終わりたいと思うので、たくさんのお客さんに足を運んでいただきたいと思うので、よろしくお願いします。最終戦でしっかり勝って、ここまで、サポーターの皆さんと喜びで会えるように、選手も必死に頑張るので、本当によろしくお願いします。そうさん、本当に勝ちがなかなかない中、多くの方が試合に行ってくれて、笑顔で、ホーム最終戦終われるように、頑張ります。応援、よろしくお願いします。大丈夫です。無事ドヨーンか
いや、増えてくるからね、こういう、今後こういう機会増えてくるから。ちょっと肩で言い過ぎたな。無理、一回無理。ちょっとしばらくしたらまた声かけるから、こういう撮影でちょっとレベルアップしてるところをちょっとチェックさせてもらう。でも意外と試合の時じゃない素顔の方は結構お客さんは見たりした時に、なんか小牧選手のこういうところなんだ、かわいいみたいな感じので、なるほどね。確かに小牧とか多分試合で見てたらめちゃくちゃ怖い人みたいになってる。なんで近寄りがたくてみたいな。そのイメージをちょっとこうどっちもあるんだよっていうのを見せるのも、そんな全部おっぴらげにしなくてもいいです。そういう時があったね。大事ですね。頑張ってほしい。いやー信じる。素晴らしい。頑張りますか。嬉しい。え、これ YouTube ですか。 YouTube です。いやもうダメなとか全部カットして。確かに変に気にして、まあ、言っていいか言っちゃうのか気にしちゃうのか。どういうこと。まとりあえず行きます。これで、うん、練習してきます。バンカーの前段で。